現場は糸魚川市近江の長岩寺の敷地内です午前3時40分ごろ牛乳配達をしていた30代の男性が付近に潜んでいた熊に襲われました男性は頭や顔面を引っかかれ市内の病院に搬送されましたが意識はあるということですこう,うちちも柿があるからね、心配しととっっってちょっとそったんだけど。糸井川署は、 市とともに付近の住民に注意を呼びかけるなど警戒活動をしています。また昨夜は長岡市本所でも車に熊が衝突する被害があったほか、村上市や南大沼市などの住宅付近でも熊の目撃が続いています。